ガチンコマッチョクラブへようこそ。ミスタイムさん、ついにズームのライブの日程決まりまして、そしてチャンネルの設定もできましたんで、 URL を動画概要欄に貼り付けておきます。まあ以前もね、メールかなんかで送らせていただいたと思いますけども、改めてこちらのズームの方ね、5月5日22時からをご確認ください。ということでね、今回はクレアチンのね、効能についてお知らせいただきました。やっぱりね、このバーベルですか、こちらをね、100キロ上げるパワーっていうのはクレアチンの力を借りないと無理ですよね。ただね、私の場合は100キロはもうね、上がらないんですよ。というよりも、まあ諦めてるわけじゃないんですけども、100キロを目指してないんですよね。どちらかというと、20キロとか30キロを数こなすことによって体を整えていこうかと思っております。というのがね、私もね、この手首をね、こうなんですかね、疲労骨折今してまして、かなり痛いんですよね。まあ、ですんで、バーベルダンベルも変な持ち方すると本当に痛みがこう治らなくなっちゃって、ひどいことになっちゃうんで、今はですね、無理なく、これですね、ローラーですね。ミスター M さんも最初ローラーでしたね。ローラーをやったりとか、この水ダンベル、これはね、ダイソーで150円だったと思うんですけども、ダイソーで買ってきたんですよ。これもなかなかね、使えるんですよね。軽いんですけども、こう回数をこなすことによって負荷をかけることもできますし、それからやっぱり最初はね、こういうのから始めた方がいいと思うんですよ。で、私の場合は他にもこうね、これがですから、何キロかな、 1,2 個、2.5、5キロですね、5キロかな、5キロを上げたりとかね、いうことで使ってます。で、今はちょっと無理して上げられないんですけども、この20キロもあります。ここへ、これはちょっと今私ひょいっと上げられないんですよ。ただ上げられないことはないんですけども、ちょっと疲労骨折のこちら左側は手首を痛めているのと、右側ね、脱臼したところがまたね、痛み始めてはいけないんで、やっぱそういう時でもできるようなね、今足をしっかりと重点的に鍛えております。そういったことで今回のレポートも私のね、ホームジムからお届けするわけなんですけども、いや楽しみですね。よろしくお願いします。それではいろいろと質問したいことも私もありますんでね、ミスター M さんとの対談をしていきたいと思います。それかですね、一般の方の視聴者さんもよろしかったら、もう本当夜遅くなんでね、どうかなと思うんですけども、お一人でもいらっしゃったら、もうこれはね、大感激でございますんで、よろしくお願いします。それでは30分ほどのライブになると思います。よろしくお願いします。